校のスケジュールの相性が悪いのよね。にもかかわらずさ、うん、うちの娘にやたら会いに来ようっつんでやめてくれよそのスケジュールだけはちゃんと取るじゃん。でも先週は会いに行かなかったじゃん先週はってねそんなスパンで来るもんじゃねえんだよなんでなんで、わかるか、だってあっという間に大きくなっちゃった。大きくなるよ今その瞬間の太ももはもうその瞬間しか会えないじゃん。せやねん、そろそろ寝返り打つようになりそうなのよ。そろそろちょっと俺もうひっくり返るみたいな。もう結婚すんじゃん。いやどういうことよ。もう結婚する年齢じゃん。寝返り打ったら結婚する年齢なの。いやもうだってそうやったらあなたはとっくに結婚しないとやばいですよ。あぶその理論でいくとね。あぶ、うん、そっかまだか。いや結婚なんて許せないよなつきパパちょっと余裕がないんじゃないですか。いやマジで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 、なんでなんで、まだ想像できない。結婚するよ多分。彼氏もちょっと、でも、うん、この間、斉藤千和さんの娘さんは、彼氏できた。マジでって言ってた。なんかどういう気持ちなんだろう。その時までやっぱ気持ち作っとかないとね。どうやって作っていく気持ち。いやだからもういろんなパターンを想像しないとね。まあそうだね、うん、だから本当に誠実な人から、うん、ちょっとチャラめの男まで、そうだねちょっと想像して、うん、まあうちのね娘がこう選ぶ、まあ男子ならやっぱこう信じたいけれども、でも親心としてはちょっとね、やっぱさそこから子育てじゃない、どういう男性を選ぶ女子に育てるかじゃない。あそうね。でも私は別に男子だけじゃなくてもいいと思うしね私はねそれ何いい、私を選べってことなの。いや26歳差でしょ。いや年の差だわ。ワンちゃんワンちゃんワンちゃん。あーそう、うん、そうやっぱね、うん、そしたらパパって呼ぶからやめろマジで気持ち悪いからやめて本当にさ。いや楽しみだね未来が。いい